はい、こんにちは。公認会計士の武田裕二です。今日はですね、おすすめ本の紹介ということで、今日おすすめしたい本はこちら、稲盛和夫さんの実学ですね。副題が経営と会計というふうになってるんですけども、もうこれはですね、名著です。経営者は絶対読んだ方がいいという名著中の名著ですね。経営者が書いた会計の本なんですけども、普通に売ってる会計士税理士が書いた会計の本も含めると、もう私は職業から何百冊って読んできましたけども、まあ、私の家にも今多分500冊ぐらいは会計本ありますけども、なので多分1000冊ぐらいは今まで読んできたと思うんですけど、もうこの中でもうダントツ一押しの、今でも読み返せるのがこの実学なんですね。なので、今日はですね、この実学のエッセンスをお伝えしていきたいなと思います。で、この実学に書かれているのは何かというと、もうこのスライドにあるとですね、経営のための会計学というものなんですよ。この経営のためのというのがもうポイントで、いわゆる財務会計論みたいな内容とはもう全然違いまして、経営のためのなんですよね。稲盛さんが27歳で京セラを創業したんですけども、まあ、そこからゼロから経営を学んでいく過程で、稲盛さんが身につけていった会計学なんですね。もう一般の会計の教科書に載ってるものとは全然違うものが書かれてるんですが、ただやっぱりそうやってこうやりながら身につけていった会計学をまとめたものなので、経営者の方にとってはもう非常に有益、もうこんないい本を書いてくれてありがとうっていうぐらいの本なんです。この本が出たのはもう20年以上前なんですけども、今読んでもですね、めちゃくちゃ新鮮です。私も年に1回は必ず読み返す、もう本当にもうボロボロなるまで読んでる本なんですけども、ぜひ今読んでも学びは多い本なので、読んだことない人は読んでいただきたいなと思いますね。で、この本に書かれているのは実践的基本原則というもの、7原則が載ってます。この実践的というのもポイントでして、まあ、いわゆるこの原則、企業会計原則みたいなね、会計の原則集を理論的に寄せ集めたものではなくて、これも稲盛さんが自ら学んできて京セラの中でこう原則にしていったものを7つ挙げてます。基本的に稲盛さんはこう人間として正しいことを追求していくと根本的な考え、哲学をお持ちの方なので、この7原則というのもそれが反映されて原則化されています。で、この7原則の紹介の前にですね、この本書の前書きの部分に今現在の多くの日本の経営者の問題点があるぞというふうに書かれているんですね。これを3つ書かれています。ちょっとこれを先に紹介しておきたいと思います。まず1つ目ですね、ちょっと読んでいきますね。大事なところなので、日本ではそれほど重要な会計というものが経営者や経営幹部の方々から軽視されている。会計といえば事業をしていく過程で発生したお金や物にまつわる伝票処理を行い集計をする後追いの仕事でしかないと考えているのであるというふうに書かれていますね。会計っていうのは後追いの仕事だというふうに考えている経営者が多いんじゃないかと稲盛さんは指摘されてますけども、まあ、これは私も本当にその通りだなと思います。中小企業の経営者さん見てるとですね、会計はもう後追いの仕事になっている。例えば3月決算の会社多いですけども、3月決算の会社っていうのは5月末に納税しなきゃならないというルールがありますね。ほとんどの会社さんが5月の末に決算を締めてギリギリに申告してますよね。経営者の方が3月末の時点で3月決算の数字を把握している方って少ないんじゃないかなと思いますよね。ほとんどが5月に後追いで決算書を作り、ギリギリで申告する。これではもう全然数字を把握してないんじゃないかなというふうに思います。これではいけないぞというのをまず指摘されてますね。まあ、この通りだと思いますね。2つ目の指摘です。これもちょっと大事なので読んでみますね。中小零細企業の経営者の中には、税理士や会計士に毎日伝票を渡せば必要な財務諸表は作ってもらえるのだから会計は知らなくてもいいと思っている者もいる。経営者にとって必要なのは結果としていくら利益が出たか、いくら税金を払わなければならないかということであり、会計の処理方法は専門家が分かっていればいいと思っているのである。これもですね、私もその通りだなというふうに思ってます。中小企業の経営者さんって結構ですね、税理士に丸投げですよね。で、私も中小企業の経営者からよく聞く言葉として、税理士に任せるから安全だみたいなことを言う人がいます。でも果たして税理士さんに任せとけば安全なんでしょうか。おそらく中小企業で顧問税理士がいない会社ってほとんどいないと思うんですよね。税理士に任せていれば安全なのであれば、
資金繰りが悪化した会社とか倒産した会社って出ないはずですよね。でも現状どうでしょうかというと、多くの会社がやっぱ赤字だし資金繰りに苦しんでるわけですよね。専門家に丸投げしてるから業績が伸びないにもかかわらず、専門家がいるから安全だ安心だと思ってもうそういうふうに言っちゃってる経営者多いんですけども、稲森さんはまあそれがそもそも問題だというふうに指摘してますね。これもまあその通りだと思います。3つ目の指摘、会社の数字は自分の都合のいいように操作できると考えている経営者さえいる。これもやっぱり中小企業の経営者見てると、そう思ってるっていうか、まあそれができて当然だと思ってる人いますよね。例えば利益が少なかったら利益を増やそう操作しようというふうに、まあ、実際操作してる中小企業多いですし、利益が出すぎたら節税のためにちょっと利益を減らそうと操作するっていう人多いですよね。操作できるものだと思ってる人もいますし、それを税理士に指示してる人もいますよね。これね、上場企業でこれやるともう不正粉飾ですよね。絶対できませんよね。だから私もね、監査法人を辞めて独立してから中小企業さんとお付き合いするようになって驚いたのはここの部分なんですね。中小企業っていうのはもう平然と数字を操作している。これはね、上場企業では本当ありえないことなんですけども、かなりの割合で操作しているなという印象がありますね。けども稲森さんもこれはダメだと、もうはっきり言ってるわけです。これでは正しい経営はできませんということですね。なのでこういう今ご紹介しました後追いの仕事であり、専門家に丸投げしており、しかも数字を操作している、こんなことをしてたら正しい経営なんかできませんよというふうに言ってるわけですね。こういうふうにも書いてます。真剣に経営に取り込もうとするなら、経営に関する数字は全ていかなる操作も加えられない、経営の実態を示す唯一の真実を示すものでなければならない。損益計算書や貸借対照表の全ての科目とその債目の数字も誰から見ても一つの間違いもない完璧なもの、会社の実態を 100% 正しく表すものでなければならない。なぜならこれらの数字は飛行機の操縦席にあるコクピットのメーターの数値に匹敵するものであり、経営者をして目標にまで正しく到達させるためのインジケーターの役割を果たさなければならないからであるということが書かれています。決算書というのはそれぐらい大事なものなんですけども、後追いであり操作をし、もうこのコクピットのメーターをもういじくっちゃっているのが今の現状だよということですね。経営者の皆さんは数字をきちんと見ましょうと、でそれがちゃんと実態を表したものにしましょうということですね。この後にこういうことが書いてます。もうこれは名言ですね。背景がわからんで経営ができるかと、ずしっとくる言葉ですよね。背景がわからんで経営ができるかということです。なので経営者の皆さん、この実学から経営にとって必要な会計を学んでください。本書で述べられているこの実践的基本原則っていうのは、先ほど言いました7原則が載ってるんですけども、それがここに載ってるこの7つの原則ですね。キャッシュベース経営、一対一対応の原則、筋肉質経営、完璧主義、ダブルチェック、採算向上、ガラス張り経営ですね。ここちょっと一つ一つ述べていきたいと思うんですけども、述べていくとちょっと時間がかかると思うので、ここに関しては次の動画で詳しくお伝えしたいと思いますので、続きは次回ご覧いただければと思います。それでは今日はこの辺りで、また次回お会いしましょう。